でしたね。さあどうする、インパクト恐竜拳。始めようか。はい、皆様おはようございます、コウスケです。ストリートファイター6、本日は生放送中の、対戦を、リプレイで拾ってきましたので、そちら後付け実況していこうかなと思います。それは倒産だけど、引き強パンはガッツポーズに化けていく、化けていくってか空振ってましたけどね。さあどうする。さあ MR1600 体でね戦ってたんですけど、いやー本当に強い人がめちゃめちゃ多くて大変楽しい、試合がたくさんできてよかったんですけれども、さあどうだ、画面端に追い詰めてこっちが有利。さあ一文字蹴りにインパクトが噛み合いましたね。やっぱり一文字蹴りって強い技ではあるんですけれども、こんな感じでねインパクトに対してはめちゃめちゃ弱いので、打ってくる相手に対してはね積極的にインパクト、重ねていきたいところではあるかなって感じです。さあ中速刀、この中速刀がやっぱり竜の要。危なかった。今、勝利出たら間違いなくめくれてましたよ。まあ、一応それが分かった上で、前進したんですけれども、残念ながら振り向き勝利は出たね。あー、高しー画面をちゃんと見て、無敵技を打たないとダメですね。うわー、これは、これ、剣のネタなんですかね。実はちょっと初めて遭遇したので、よく分かんなかったんだよな、あの、OD 空中ちょっとだけ。さあ、垂直飛びの勝利は出る。体力はミリだが、まだやれるか。あー差し返しがあまりにも遅い。大足が綺麗にガードされてしまった。いやー差し返しもね、このレートあたりからちゃんとやっていかないと勝ちきれないんじゃないかなって気がしております。さあ危ないジャンプを相手してきますね。まあでもよくあそこ勝利出さずにちゃんと前歩きしてくぐってるなとは思いますね。さあそれハード剣当たって投げる。さあどうする。さあ投げる、このこういう時ははい投げ。さあ中足がヒットしました。オッケー、この差し合いのこの微妙な距離ではどうやって技振ろうかっていうのが本当難しいところですよね。さあ中足指導だったのでちょっとダメージは低いですが甘い。さあここジャストパリエ、相手のインパクトをジャストパリエ取りましたよ。さあこれ終わらないので、攻め継続選択の投げと、いやこれ結構いい判断できてましたね、悪くないですよ。さあ2戦目です。まあ、結構この日はね割と調子よくて結構勝ち越せてることも多かったんですけれども、さあ果たして勝ち越すことはできるか。痛い、中段を立てない、痛い。さあ画面端は剣は本当に強いよ。さあなんとか無敵を打って逃げることできたが、中速刀がヒットして、さあじゃ5分ぐらいまで持ってたか。対空の昇竜出る、いいよ、中段通る。これいつもの必殺技、中竜巻からのインパクトは飛べません。 OK、 いいね、かなり調子いいですね。 MR1600 になってからも結構戦えてるなという、そんな感じです。さあ必殺技も出たところで第2ラウンド、ああいう強パンとかにちゃんと差し返し入れたいですね。さあ人雷客に対しては OD 昇竜拳が安定で帰りますと。いやここ昇竜拳入れたかったな、難しいところではあるけれども。さあ打っていく。さあこれ OD 昇竜打つのはいいんですけれども、これを打ってしまうとドライブゲージが残り少なくなるから、まあちょっとゆっくりめに戦わないといけないですね。さあ大足ガードからのちゃんとガードして、はい、いつものコンボ入れて、さあかなり有利だけど、うわ今の昇竜入れよう、入れたいよ。おー OD 昇竜打たない、打たない、多分ドライブゲージ見てこれ打たない方がいいなって判断できてるのかな、どうなんでしょうか。甘い、あーせっかくジャストパリーができたのにもったいないよ、非常にもったいない。さあこれ一転してピンチだな、うわーあと残り体力がちょっとしかないのに、なかなかそこを体力を減らすことができない。さあどうする、ドライブゲージはかなり不利だぞ。あーインパクトが返せない、インパクト返したいね、あー勝利もしたいねこの試合はなかなか昇竜が打ててないか。さあ人雷客がきつい、投げもきつい、どうする、うおりゃー当たらない、これ相手偉かったな、これ垂直飛びだったら俺の勝ちだったんですけど、前ジャンプでしたね、分かってやってたのかな、ちょっとそこは分からないんですけれども、いやこれは相手が本当にうまかったですね。さあ昇竜拳打っていく、人雷客には OD 昇竜拳が有効ですと。ああただドライブゲージが残り少なくなっちゃうからね、結構ゆっくり戦ってますね。逆に敵通されて、
さあ気まずくなってきた。一応体力的には俺が有利だが、さあ人雷局に対してはしっかり無敵合わせて、ダイゴス、ああいうダイヤシとかにもね差し返しちゃんと狙えれば狙えれば狙いたいところだわ。中足が長い、投げられる。やはり投げはいつも通り抜けられないと。この辺からも投げちゃんと対応していかないといけないんだけどな。さあどうする、体力的にはまだこっちが優勢ではあるが、打っていく。バーンとマジか、やばいぞこれは。ジャンパー通らない、やばい、バーンとしてしまった。さっきの無敵が響いてしまった。さあこれはどうする、耐える、耐える、耐えろ。投げられる、真空波動は通らない。これは甘えすぎたかな。さすがにこの無敵は甘えすぎてたかな。まあ暴れるのもなかなか難しいですからね。残念ながら連勝ならず。さあ2先どちらが勝つのでしょうか。第3戦目ですね。さあどうする、ちょっとね昇竜とかが結構甘かったんで、中速と、あはは、適当なダイヤシが見えたぞ。こんな、そろそろこういう適当なね、ダイヤシからも卒業したいね。ちゃんと差し返しで打ちたいですね。おぉ、ジャストパリーされて、画面端に追い詰められてしまった。投げきついよー。どうする？さあ、今度は垂直飛びに対してちゃんと昇竜拳出せた。もったいない！シミもちゃんとやりたい。やっぱり、課題が多いな。やらなきゃいけないことが多いですね。ドライブゲージはこっち。こっちが有利ではあるが、体力はやや負けてますと。そんな状況ですが。さあ、画面端に逆に今度は追い詰めた。ダイゴス当たる。意外とやっぱりこういう時のダイゴスが強いですよね。さあ、画面端コンボいつもの入れる。まだ画面端の攻めは継続してる。インパクト。さあ、これはどうだ？ OD 昇竜で締めれば、ちょっとダメージが、かさ増しできますよ。いいぞ、インパクト。やっぱり、どのレート帯に限らず、インパクトっていうのは通れば本当に強い技ですから。状況を見極めて使っていきたいですね。さあ飛び通った、珍しいぞ。さあ今度はこちらが有利。今多分市民狙って下がったな。まあ残念ながら、大体投げてませんでしたが、痛い、中段立てないよ。人雷ケツが痛いよ。そして中足が長いよ。さあ一瞬で画面端これが剣の強いところだ。さあ無敵で無理やり暴れて、どうする、おお、いいや、相手のいい垂直飛びでしたね。さあどうする、インパクト、これはインパクトが見えているぞ。さあこれはここ選択合っているか、はい、新昇竜。さあこれは終わるのか、 CA だぜ。おい、終わるんです。直前の試合でインパクト見せられてたので意識できましたね。いやー、インパクトのね、これは良いところと悪いところが大変見え、よく見えた試合だったのではないですかね。とてもハイリスクハイリターンだと、いうのがよく分かったと思います。やっぱり状況をね、よく見て使い分けないと、まあ、こんな感じでね、あさりひっくり返されることもあると。それがインパクトと。はい、というわけで本日の動画は以上となります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。皆様この試合をどう評価するでしょうか。コメントいただけると大変助かります。そして、チャンネル登録と高評価をぜひよろしくお願いいたします。ではお疲れ様でした。インパクトに始まりインパクトに終わる試合だったな。越えていけばいい、どんなハードルが僕の行く手を塞いでいたとしても。